1952年、斉藤正蔵は、古書学、収集科、発金本研究などで、諸知と呼ばれた人物、歪説本の研究、変役でも知られる。神奈川県高座郡座間町に、商人の子として生まれ、正蔵と名付けられるが、関東大震災後、正蔵と改名。神奈川県立第三中学校を1905年に、中退。 横浜のキート省言語名会社に勤務。小島薄い、磯氷水、山崎志向と知る。区会にもよく出る。1910年頃勤務を辞め職を転々とし、1915年、導入し、受会を創刊、以後多くの雑誌を出す。また、明治文芸側面書を密かに刊行し、発金となった小説類を紹介する。古書研究にも熱心で、 香山道之助とすと1920年趣味誌、オイラを創刊、三田平凡ンらの趣味人と多く交友する。1923年関東大震災で多くの資料財産を失うが、囲碁雑誌、芋ゼルを出す。梅原北名と親しくなりその企画になる、変態十二誌のうち二冊を執筆。1925年、愛称趣味を創刊、柳田泉。 木村武志らと明治文学の研究に手を染め、後改造者から日本文学大年表を刊行する。1931年書物展望者を起こし、書物展望を創刊。蔵書表の収集、下手相本の刊行などを行う。他性風俗、民俗学的な性神研究も行う。書物展望は、戦時中の中断を復活し1951年まで続いた。 小唄研究家、湯浅竹山人と交友し、昭和19年に竹山人が亡くなると、その遺言で、遺構三部の全書を頼まれている。晩年は、茅ヶ崎の文化人として過ごした。内田路安、清美繁盛期、淡島寒月、盆も暗雑話などを、編纂刊行した。小嘘など多くの語を持つ。茅ヶ崎市立図書館の初代館長を務めた。ありがとうございます。